こんにちは、グランピーです。トポデザインの人気のバイクバッグ、自転車の前につけるバッグがあるんですけど、それの新しいモデルが入ったんで今回それを紹介します。これです、バイクバッグミニです。その名の通りちっちゃいです。今までの大きさが、このドロップハンドルでいうと、大体40センチのドロップハンドルにちょうどフィットする大きさだったんですけど、今回はそれの半分ぐらいの大きさのバッグが入荷します。じゃあこれの詳細を説明します。まずはフェルト、中がこうなってて、ちょっと撥水性のいい生地を使ってます。で、中にこのキーホルダーを留めるこのカラビナっていうんですかね、これがついてます。あとは後ろこうなってます。マジックテープでハンドルを固定するこのストラップが2本入ってます。で、通常のバイクバッグ、大きい方は、ここにマジックテープが1本あるんですけど、こっちはマジックテープがないので、ハンドルにつけた時にちょっとこのグラグラするかもしれないんで、今回はそれを実際つけてみてどんな感じになるか説明します。で、過去のバイクバッグ初期モデルはここの横にこういう持つとこがなかったんですけど、最近のモデルは全部ここはつくようになってて、このジッパーを閉めたりとか開けやすいようになってます。で、色が全部で3色で、ターコイズとレッドと、このブラックにちょっと白い線が入っているモデルの、3色あります。じゃあ実際つけてみます。今回つける車体がオールシティのマッチョキングになります。で、まずじゃあ大きい方をつけてみましょう。大きい方、大きい方は金額が5900円です。これがあることによって、財布とか鍵とか携帯とか、あと工具など入れることができるんで、手ぶらでポケットパンパンならずにサイクリングすることができます。こういうバッグつければガチなカーボンのロードバイクもちょっとカジュアルに変身できるんで、すごくおすすめです。で、このバッグのいい点は、ここに上にライトをこれつけやすいです。ライト持ってきました。グランピー推しのライトはレザインなんですけど、ここによくフロントバッグつけるとライトつけづらいモデルがほとんどなんですけど、トポデザインはライトつけやすいです。こういう感じでライトがちゃんとつけれます。あとドロップハンドルのここのまっすぐなってる部分にもこう手を置くことができるんで、ポジションが減らないままライトが楽しめます。です。そしたらちっちゃいのつけてみましょう。で、この大きいモデルに関しては中に付属でこのストラップがついてるんで、こういう感じで移動することもできます。そしたらちっちゃい方をつけてみます。オンラインショップではすでにちょっと人気すぎて売れまくってるんで、動画撮るのは忘れてましたけど、赤にしましょう。SNS、インスタグラムに投稿したら、店頭でも何人か買ってくれました。ちっちゃい。ちっちゃいので、子供用自転車にもこれはいいんじゃないでしょうか。ちょっとやっぱこのバタつきがあるので、乗ってるとこの振動でこうなってバタバタするので、ホームセンターなどで、こういうもしマジックテープのバンドも売ってると思うんですけど、これ別で買った方がいいと思いますですね。そうですね、買った方がいいと思いますドロップハンドルはつけれるんですけど、次どういう車体につけれるかっていうのを今度まだあるんで、それを紹介します。そしたら次マウンテンバイク行きましょうか。一旦これ置いといて、
そらちょっとフラットバー系もあるんでそれも行ってきます。人気の、サーリーの空手モンキーです。これでもつけてる方多いです。空手モンキークラスになると予備のチューブなどが、すごく大きいんですけど、この中に入れれば、タイヤレバー空気入れ全部この中で完結します。で、大きいバッグのモデルは内側にマジックテープがあるので、それを締める、ケーブルなどに一緒にこうつけてもらうと、ちょうど荷物が入るとこの安定性がいいです。でもしこのどっかお店入るときとかはバッグが簡単に外して、付属のこのストラップがこれもついてます。これがストラップが付く、これが意外と難しくて、どうだっけ、これ通してここにこうパチンとします。で通して、もし長かったらライターかな、切ってライターかなんかで炙ってください。こういう感じで持つ。次じゃちっちゃいのつけてみましょう。ちっちゃいのはちっちゃい。これ、小さいのは3900円になります。すごいちっちゃい、これ。空手モンキー逆にこれぐらいの大きさがいいんじゃないですかね。ちょっとちっちゃい鍵はこれ入らないかなと、携帯財布ぐらいだと思います。はい、次はブロンプトンがあるんでブロンプトンにもつけてみましょう。ポンといきます。まずブロンプトン大きいやつ、ちょっと今度オリーブつけましょう。オリーブ意外と人気です。で、以前まではアメリカ製だったんですけど、もうアメリカ製じゃなくなってます。アメリカモデルはもう購入はできないです。おお、いい感じですね、ブロンプトン。で、こう畳むときは、バッグがこれ干渉します。バッグが干渉するので、こうしとけば大丈夫です。こうしとけば大丈夫。ブロンプトンの方も結構手ぶらでサイクリングする人が多いんで、この中に自転車の鍵とか携帯財布入れるとすごくおすすめです。次は小さいバッグつけてみます。実際昨日小さいバッグをブロンプトンの方に買ってもらいました。小さいバッグ、小さい。多いですね。これは畳むときは畳んでも干渉しなかったです。これも畳んで、大丈夫です。よいしょ。はい、という感じです。じゃあ戻ります。夏は汗かく時期になってくるんで、こういうバッグの中に財布とか鍵とか携帯とか入れて、なるべくポケットに物を入れないようにすれば快適にサイクリングできると思います。という感じです。で、大きい方が5900円で、小さい方は3900円。で、こちらに関してはこのストラップが付属してないんで、もしこのストラップ欲しい人は大きいのを一緒に買ってもらえばいいと思います。はい、
という感じで、トポデザインのバイクバッグの通常モデルとこのミニモデルが入ってきたんで、それの紹介になります。じゃあ終わります。